2023年11月6日に、防衛省統合幕僚監部は、沖縄県宮古島の南側、西太平洋において、空母山東をはじめとした中国海軍艦艇群が、南シナ海へ向けて航行したことを確認したと発表した。今回は、南シナ海における中国海軍の怪しい動きを一緒に見ていきましょう。福建空母の公開テストが行われている最中の電磁式カタパルト射出テストが以前行われないのは、やっぱり動いていないのではないかな。盗んだ技術で走り出す。山東など複数の中国海軍艦艇は、10月28日から11月5日にかけて、太平洋を、右往左往と航行していたそうで、陣容は、空母、山東の他に、レンハイ級ミサイル駆逐艦1から2隻、ルーヤン III 級ミサイル駆逐艦2から3隻、ジャンカイ II 級フリゲート1から3隻、冬級高速戦闘支援艦1隻という構成となっていた。なお、日本に最も近づいた10月28日には、宮古島の南約 430km の位置にいたそうだ。この航行演習の間に、空母山東において、関西戦闘機による発着艦を約420回、関西ヘリコプターによる発着艦を約150回、合計で約570回の航空機による発着艦を確認したとされている。お騒がせな中国海軍に対して、海上自衛隊は、広島県の5基地を母港とする第4護衛隊所属の護衛艦、さざ波、さみだれ、同じく、5基地を母港とする第12護衛隊所属の護衛艦、海霧を出港させ、所要の情報収集、警戒監視を実施したほか、関西戦闘機の発着艦に対しては、航空自衛隊の戦闘機を緊急発進させて対応した。中華人民共和国の航空母艦の山東は中国初の国産空母であり、艦番号は17が付与され、当初は、遼寧の準同型艦として001A 型と仮称されていたが、2019年12月17日の就役と同時に002型と発表された。なお、日本の防衛省は、アドミラルクズネツォフ級に分類している山東は、先行して就役した001型、遼寧と同じく、アドミラルクズネツォフ級航空母艦をベースとしており、外見上、環境構造物、アイランドの形状以外には、大きな違いは見られない。アイランドは、遼寧よりも、長さが10メートルほど短く、幅もスリムになっていた。これは、遼寧が、高緯度の低温海域での行動を前提に、ソ連で設計されたこともあって、艦上機前機を艦内に格納することを前提とした結果、アイランドにも、多くの区画が配置されて、65メートル超と大型化していたのに対し、中国海軍は、中低緯度での行動を想定していたことから、艦上機を露天係止めで運用することもできるようになり、その分、飛行甲板上での航空機の取り回しを重視して合理化できるようになったためである。一方で、高さは1段増しており、2段になった艦橋は、上段が航海用、下段が司令部用となっている。機関は、001型と、同じく、8機のボイラーと4機の蒸気タービンを用いた、ギアードタービン方式と言われており、中国メディアによると、最大速力は31ノットに向上しているらしい。燃料としては、重油を1日約200トン消費するとも試算されており、当然、環境配慮などは考えていないだろう。今回の航行訓練で日本海域近辺へ入る以前に、台湾国防部は、中国海軍の空母、山東などの艦隊が、10月26日に、台湾とフィリピンの間のバシー海峡を通過して、西太平洋に侵入したと発表していた。山東は、2023年4月と9月にも、西太平洋を航行し、戦闘機などの発着訓練を実施しており、台湾国防部は、周辺の海域と空域の動向を綿密に把握している。適切な戦力を派遣して監視していると主張し、この空母を26日に撮影したものだとする写真を公開した。台湾国防部は、この発表に先立って、26日午前に、中国軍の戦闘機や爆撃機のほか、早期警戒管制機や無人機など、多数の航空機が、台湾周辺海域の上空で勝手に活動したことを明らかにした。このうち、延べ15機が、
台湾海峡の中間線を勝手に越えたり、台湾の南西沖の防空識別圏に侵入したりして、艦艇と共同の戦闘準備パトロールを実施したことも確認されている。山東を含む複数の中国海軍艦艇は、6日に南シナ海へ向けて航行したというが、こういった訓練を、見せかけとして台湾に侵攻する準備を整えるのかもしれないので、十分に警戒する必要がある。さらに遡ると、防衛省統合幕僚監部は、2023年4月17日にも、中国海軍のクズネツォフ級空母山東を含む複数の中国海軍艦艇が、日本近海、太平洋上の海域を約1週間にわたって航行し続けていたが、これが、すでに、台湾有事の布石だったと言われても、違和感は全くない。この航行が明らかにされたのは、4月10日から16日にかけて行われたのもので、位置は、宮古島の南南西から沖ノ鳥島近傍であった。この時の陣容としては、空母山東の他に、連配級ミサイル駆逐艦1隻、ルーヤン III 級ミサイル駆逐艦1隻、ジャンカイ II 級フリゲート1から2隻、冬級高速戦闘支援艦1隻、浮地級補給艦1隻で、これらが、日によって体系を変えながら艦隊を組んで航行していた。この際、日本に最も近づいたのは4月12日であり、その時は、宮古島の南約 220km の位置にいたといい、なおかつ、15日には、沖ノ鳥島の南東約 370km にもいたようだ。この航行間にも、中国海軍の空母、山東では、関西戦闘機による発着艦を約140回、同関西ヘリコプターによる発着艦を約70回、合計で約210回の航空機による発着艦訓練が確認された。これに対し、この時も海上自衛隊は広島県の5基地を母港とする第4護衛隊所属の護衛艦、笹波や京都府の舞鶴基地を母港とする第14護衛隊所属の護衛艦、朝霧によって必要な情報収集、警戒監視を行ったほか、関西戦闘機の発着艦に対しては、航空自衛隊の戦闘機を緊急発進させるなどして対応していた。当時のニュースで写真を見ると、潜水艦から撮影した写真のようなものも確認された。それを、あえて統合幕僚監部が公開した意図として、山東が、海自の潜水艦の存在に気づかずに演習をしていたことを知らしめたかったということではないでしょうか。そして、私たちは、常に攻撃できる位置で見ていたのだよ。だから、うちの庭で勝手に遊ばないでね、と遠回しに言っているようにも感じ取った。確かに、電磁カタパルト式の空母、福建を2022年に進水させた中国海軍にとって、今が、訓練の時期としても最盛期であり、来年1月に投票が行われる台湾総統選挙に向けて何か仕掛けてくる可能性もあると言われている。ところで、今の政府に期待をするどころか、早く有能な政治家に変わらないと、日本は本当に危険だということに、どれだけの国民が感じ取っているのでしょうか。どのような難癖をつけてくるかはわからないが、明日にでも、中国海軍が、台湾、尖閣、沖縄に侵攻してこないとは誰も否定できません。それでも、岸田首相は、主権を侵害される中国の船が領海侵犯をしていることに対して遺憾であると言っているだけで、結局は、明確な対応もできずに、フィリピンやマレーシアと中国を念頭に協力しようと持ちかけているくらいだ。それどころか、岸田総理大臣は、APEC の首脳会議に出席するため、11月15日に訪米し、現地では、中国の習近平国家主席と首脳会談を行う方向で最終調整をしており、建設的で安定的な日中関係の構築につなげようとしている。中国は、単純な和平交渉に応じるわけがありません。むしろ、戦う意思や具体的に、憲法9条を改正して、非核三原則もなくして、核兵器を保持する、あるいは、アメリカと核シェアをして身構えた方が、良い方向に進むのではないでしょうか。台湾有事の時に何の役にも立たない日本ではダメであるということを理解しているのであれば、
次に何をしないといけないのかというのは必然と見てくるだろう。